皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回は早いペースでメッセージを届けてくれる、アイタさんのハイヤーセルフからのメッセージです。2021年5月30日のメッセージ。2021年5月に皆様とつながったことをとても嬉しく思います。そう、人生は順調で皆様にとってもっと良くなってきています。親愛なる地球の代表であるライトワーカーの皆様。皆様は本当に稀有な時代に生きており、この時代に悪魔は大いなる敗北を喫するのです。大いなる覚醒に参加する情熱を胸に、多くの皆様がその経験をするために地球に降臨し、腐敗した邪悪は排除されるのです。地球が低くネガティブな波動から抜け出して、愛の波動へと脱出するのです。多くの皆様は大変困難な生活を送る計画を立てていたのです。皆様におすすめするのは、多くを背負わず、難しくないライフプランです。私たちが思うのは、皆様が計画するネガティブで難しいイベントは、すべて皆様の手に余るものなのです。人生で与えられた偉大な挑戦のプレッシャーで、たくさんの人たちが壊れていったことを私たちは知っています。多くの人たちが耐え難いストレスで自ら命を絶ったり、病気で消えたりしています。本当はうまくいっているのですから、新たな命を作るのです。皆様がやってきたことは実に驚くべきことで、天国でその成功を祝うために、トランペットが鳴り響きシャンパンの栓が飛び交うのです。そうです。人生は良いものでもっと良くなるのです。どれだけ人間の世界が奇妙であったとしてもです。本当に地球での経験は、皆様の中にある本物の神からの遺産である。天国の精神的な現実とは逆のものなのです。だからこそ地球での人生は、精神世界における魂の成長と拡大にとって良いことなのです。私たちの一面である魂は神聖なる神の火花であり、物質世界を経験するため、また人間としての人生を送るために心の中にいます。地球上に来た私たちの魂は、神の声を聞くことに備えて、喜んで地球における闇の生活を送るのです。根源のエネルギーは愛とは逆のものを広めることを許しました。そうです。幻なのです。地球とはコンピューターで描いたホログラムのようなものなのです。地球上での人生は現実ではありません。それは愛の波動からの逸脱なのです。それは天国のような神聖なる愛の現実とは真逆のものなのです。しかしそれは人間にとってはとてももっともらしく思えます。私たちが誰で、本当は何だったのかについて何も知らず、壮麗なる天国の現実についての記憶もなく、偉大で力強い存在であったことすら覚えていない私たちは、地球での修行に乗り出したのです。私たちがここへ来たのは、地獄にすらないような苦しみを味わい、それを克服するためなのです。地球にはあらゆる地獄があり、ここでは本当に良いことが悪いことになり、悪いことが良いことになるのです。どんな人の人生だろうが、政府だろうが、変節して腐敗しています。政府自体が腐敗しており、一部の人たちが多数を支配する方法は、自然ではなく天国のやり方でもありません。親しみとは私に話しかけるやり方のことです。親しみとは人類が求める健康で幸せな人生のことなのです。たくさんの闘争や不和が今日の地球上にあります。親しさがお互いになくなり、コミュニケーションと仲間意識が遠のいたら、分断と二面性そして隔離が私たちの地球での人生を支配するのです。人体に宿る命の魂は、愛の波動の中でとても強く育ちます。なぜなら精神世界における天国にある、協力的な現実と自然につながる愛から、私たちは放り出されているからです。私たちは一つであり、私たちは心で通じ合い、根源的に一緒であり、お互いが分かり合える存在なのです。私たちはこんなに心地よく、こんなに愛を育む輝きに溢れ、至福の静けさに囲まれています。大きくならねばならないプレッシャーはありません。また電磁的なエネルギーである神は、情報を送り物質的な世界を力づけます。創造主である神は、大きくなることを望み、自分自身の知識を望み、彼が創造したすべてが親密な体験をすることを渇望しています。だから彼は私たちに彼の細胞を送ったのです。物質的な世界を作ったビッグバンにより、彼の一部は破裂して独立した存在となりました。だから彼は我々を地球に送り、本当に地獄そのものであるこの星であらゆることを経験させるのです。ここでは全てが腐敗してしまいます。地球に来る前はみんなこの星で過ごすことを嫌がります。私たちはソウルファミリーや守護霊と寄り添い、経験したいことや挑戦したいことを決めて自分の人生を計画し、そしてそれがもたらされるのです。悪いイベントは起こってはならなかったことではなく、乗り越えるものなのです。ですので地球上では事故なんかはないということを強く言わなければなりません。我々の体の中に魂が入っていますが、人生は事前に計画されています。運命を受け入れ、身を任すことが地球では重要なのです。私たちは自由意志がありますが、それは自分の周りで起こるイベントをコントロールできるということではありません。これらのイベントは人生設計の中ですでに計画されていたことであり、避けることができないことなのです。ですのでもう人生の中に組み込まれているのです。法外な資産が滝のように入ってくることが起こるのが地球的な人生なのです。自由意志とは、ネガティブなことやポジティブな事象にどう対応するか選択することなのです。自由意志とは、愛に生きるのかそれとも恐怖で生きるのか選ぶことができるということです。私たちは状況により感覚が左右され、恐怖に陥れられネガティブな状態になるか、愛を許容して本来私たちに備わっている神の性格を出すのか、地球で試されているのです。愛が悪い状況を打破する鍵となり、周りで何が起ころうとも平和と共感、そして喜びをもたらしてくれます。そう、親愛なる私たちの素晴らしいライトワーカーの皆様、あなた方は古い魂なのです。すべての魂は無数の神としての一面があり、その意味で皆様も同じなのです。しかしその一部で古い魂と呼ばれる人たちは、物質的な世界での経験が長く、地球のネガティブな現実を逆転させてきました。皆様の同胞である、若い魂と呼ばれる人たちは、最近になって物質的な世界に入って人間の心の中にいます。彼らは天国の感覚があるため、すぐに皆様には見分けがつきます。皆様はとりわけ大事な人たちであり、若い魂との違いは、彼らはまだ人間としての転生経験が浅いため、人類としては初期段階にあるということです。若い魂は栄光の段階へ届くまでは、まだたくさん学び経験しなければなりません。皆様が達成したアセンションについては、若い魂はまだ子供のようであり、生き方を教え、権力と統制への願望であるエゴが備わっています。それが人生経験の印なのです。若い魂は地球へ来た目的である権力行使を望み、私たちはエゴと精神のせめぎ合いを経験するためにここに来たのです。エゴが勝つことが望ましくないことを知るために、私たちはエゴを勝たせねばなりません。そう、権力の中枢が腐敗し、拝金主義となり陰謀が社会を侵食することは、あらゆる場面においてエゴが重要な役割を演じます。その状態をエゴがとても欲するものなのです。権力を持つことが良いことなのか、権力がなくても物質的に豊かなことが良いのでしょうか。自分を成長させる体験が少ないことが良いのでしょうか。最終的に、権力で同胞をコントロールし、地球の資源を奪い取ることは、本当に望ましくないことを知るのです。このような振る舞いは分断と二面性を招き、人生で望まれる親しみからは程遠い状態となります。私たちは互いに見聞きできる関係を望んでいます。私たちは交流と仲間を望み、同胞と気心を通じて話を聞いてほしいのです。暗闇の中では輝くことも仲間と触れ合うこともできませんが、神の魂を持つ私たちに対し、そんなことをする理由もないのです。人間としての経験を積み失敗をすることで、何が好ましくまた好ましくないかを学ぶのです。親愛なるライトワーカーと波動の高い同胞の皆様、あなた方は善と悪の木の実を食べ賢くなり、いかに人類はプログラムされているのか、そのプログラムから逃れるにはどうするかを知ったのです。未だに目覚めない人たちは、いかに悪が人々を洗脳し、いかに腐敗した社会を操り、邪悪な計画が押し付けられているかを知りません。聖書の言う通り、人々は無知なので壊れるのです。まだ目覚めていない人々に対し、私たちは寛容であるべきです。彼らはまだ地球での経験は浅く、皆様は自分にこのアセンションの時期に目覚めるよう自己暗示をかけてください。彼らは何度も人生を繰り返し、その経験から大いなる愛を学び、準備ができたら目覚めるのです。地球は宇宙を周期的に移動し、春分を過ぎて一つの周期が終わる時に立ち会っています。地球は分割されタイムラインを分けました。十分に学習した人たち、例えば他人に50以上の施しを行った人は、地球的かつネガティブなしがらみから離れ、新たな5次元の地球へ進むのです。新たなアイデアでこのような魂から出たものは、すべてを包む新しい愛の波動へと進化するのです。大いなるパントマイムが私たちの周りで上演され、大舞台で政治家が、軍隊や疫病と死の恐怖を使い横暴に振る舞い、善と悪の役者が競って波動を高めようとする人類を裏切り、本来あるべき波動から遠のいてゆくのです。私たちは何が起きているのかについて、その全体像が見えています。周りで起こる出来事がいかに腐敗を暴露するかを知っています。腐敗した勢力が流すニュースがいかに我々を恐怖に陥れ、コントロールしようとするものかを知っています。メディアの報道がいかに人々の行動を操るかを知っています。闇の勢力の行動とその結果、腐敗が暴露されていることを皆様は知っています。その操作方法について知ろうと準備していた人にとってはとても明確なことなのです。まだ目覚めていないたくさんの同胞たちが全体像を知るまでには、もっと多くの転生と経験が必要です。地球から去る準備ができるまで。親愛なる皆様。どうか楽しんで心配と不安による負担を大いに和らげてください。喜びを選んでください。今を見失うくらいハッピーで喜ばしいことを楽しんで、最高の興奮を選んでください。時間の感覚を失うくらい没頭できることをしてください。時間はもはや皆様が進んでいるところの新たな高い次元ではないのです。時間はもはや皆様が向かっているところの自然に楽しめる環境ではないのです。皆様すべてが本当に愛のある人生を送る段階に今、もう動いているのです。そう、人生は良いもので新たに楽しみを見出せる、もっと良い段階に来ているのです。高い波動を持つ同胞との心温まるつながりを見出して休んでください。この明るくめまいがするような感覚は新しいものなのです。親愛なる皆様、あなた方はヒーローの冒険を味わう人間の人生を生きているのです。これは恐れから愛へと変わる地球での経験であり、まだ最高のものが来ていない神秘でもあります。そう、本当に最高のものはまだ来ていません。これは愛他のハイヤーセルフからのチャネリングです。皆様を本当に祝福いたします。いかがでしょうか。最高のものはまだ来ていないという決まり文句が、なんだか最近好きになってきました。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。